ホテル大野屋、ホテル大野屋は、静岡県熱海市にある、老舗温泉ホテル。株式会社大野屋本店が経営していた。現在は、伊藤園ホテルズに属している。1937年、熱海港近くに、随運送大野屋としてオープン。4本の自家源泉を所有し、300名収容のローマ風呂などを備える。1960年に法人化。 1980年に本館を増改築、1987年に休館の建て替えを行った。建て替え前のローマブロはアニメ映画、思い出、ポロポロの舞台にもなった。2010年にはゲーム、ラブプラスと大アップしたキャンペーンで話題を集めた。しかし、バブル景気以降の団体客の減少などにより、資金繰りが悪化。2010年11月19日に、 静岡地方裁判所沼津支部に民事再生法の適用を申請した。負債総額21億5000万円。2010年12月22日に東京地裁へ債権者側が会社構成法適用を申し立てを行い、調査命令が出された。負債総額18億1000万円。現在はクリアックス3階東園ホテルズ系、伊藤園リゾートの一つとして営業。 伊藤園ホテルズは格安ホテルチェーンであるが2017年4月に一段階グレードの高い伊藤園リゾート枠が新設されそちらの一つとして位置づけられている。なお、クリアックスグループにホテル運営企業として株式会社大野や本店が存在していたが2019年12月31日付で解散している。クリアックスが ホテル大野や救済のために施設と一括で買収した同一法人か、あるいは新設した別法人だったのかは不明。創業者である大野家は、ルパン三世、犬神家の一族などで知られる作曲家、大野祐二の実家である。ありがとうございます。